奈美高学園、星小高等学校。奈美高学園、星小高等学校。奈美高学園聖小高と、宇学校、英英聖書ハイスクールは、大阪府設置市に所在する、学校法人老高学園が運営する、私立総合高等学校である。本校の起源は1938年2月に、大阪市東淀川区中津浜通り1丁目、現、 大阪市北区中津二丁目に中山成功所の関係者である奥、庄治マス郎が、なが、何学園と何わ工学校を設立し、同年5月に開校したことに遡る。1941年に、現在の設置市三島に校舎を移転した。1940年に何わ工業学校を創設した後、1944年には何わ工学校を廃校にして、 何わ工業学校のみ存知した。その後1948年には何わ工業高等学校と改称し、以後1995年までの47年間この名称で学校が運営された。1974年に普通科を設置したのに始まり、1992年に大陸系の国際科を設置したことによって、単に工業にはとどまらない。 総合高校としての位置づけが高まり、1995年には国際科の教学科に合わせて学校名を何は工業高等学校から保守、小高等学校へと改称した。本校では工業技術系学科を総称して工業科と呼称していることから、本校では一貫して工業科と記載し、改称のエピソードは口述する。平成に入り、 大阪の私立高等学校が次々と工業化を廃止した結果、2010年代以降の現在では大阪の私立高等学校で唯一の工業化を設置している学校となった。以前は工業化を中心に製造業などへの就職者が多い学校だったが、近年では普通科の進学コースや国際科を中心に工業化からも 大学や専門学校などへの進学者が増加している。もともとは男子校であったが、1995年に国際化が驚学化されたのを皮切りに、2006年に普通科がそれぞれ驚学化しているが、2019年度入試より工業技術系においても驚学化する予定であることが発されている。また、普通科においては、くくり募集を廃止し、 コース別募集を開始する予定となっている。熊本県には2012年に開消した東海大学系の熊本星小高等学校があるが、本校とは一切関係ない。在籍する学科を問わず、外部の専門学校との学校間連携制度による土曜留学講座制度を受講することが可能となっている。情報大阪情報専門学校、大阪。 東成区に月2回通いながら、終了時には2単位を習得できることが特色となっている。工業科では授業と関連のある専門性の高い、検定試験を受験することが可能となっているが、これらの取得数が多い生徒を対象に、保守マイスターと呼ばれる、本校独自の称号を付与する検証制度が定め、されている。進学実績としては、関西大学、 立命館大学、同志社大学などの4年生大学のほか、短期大学や専門学校への進学実績がある。校舎は大きく分けて、本館、第一校舎、第二校舎、第三校舎と体育館、地震館の6つに分かれている。この他に、家庭科調理室、機械実習棟、芸術棟などの建物も設置されている。詳細は、校舎配置図を参照されたい。 かつては、高知内に、プールの設備があったが、合理化の一環で2000年代に入り撤去された後、プール周辺の土地は売却され現在は、大型集合住宅が、かつてのグラウンド上に立地している。一部中略、何は工業高等学校より名称を変更する際、一般公募を行った。応募総数は6,915通。最終候補は、保守省、商用。 北節シグマ、シグマ、北節、知徳、栄領などがあり、最終的にその中から星賞が選ばれた。なお、学校名決定後に交渉及び校歌も一般公募された。設置されている部活動は以下の通り、ハイスクールガイドに掲載された年間行事は以下の通り、上半身裸で素足というスタイルで、男子の全校生徒によって64年にわたり、 行われていた伝統的な踊り。エッサッサの掛け声とともに、月明かりに照らされた獅子が月に向かって遠ぼえするを表現する。日本体育大学で発祥し、同大学卒業生の体育教諭が伝承したとされる。しかしながら、64年の伝統がありほし、章の代名詞でもあったエッサッサは2007年度をもって廃止された。これは男女共学に伴う、 女子学生の増加によって多くの女子学生から男子の裸を見ることに対する反感があったことや社会的に学校に対する目が厳しくなる状況において裸踊りと取られかねないエッサさを強要することが問題になるのでは以下との議論が持ち上がり最終的には廃止されることとなったものである。なお、2010年度にはクラブ選抜により限定的に復活した 保守省高等学校には、同窓会組織として、並公会、並公会があり、卒業生が全員加入している。旧校名である、何和公学校や何和工業学校、何和工業高等学校の略称である、浪和を名称に用している。これは、保守省高等学校へと名称が解消される、以前からで、解消後も受け継がれている。過去に、 ラジオの公開収録が行われたことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。